皆さん、日本男子2戦目台湾戦21対12で勝利いたしました。これにより男女ともに、準々決勝進出が決定いたしました。男子は、4戦目というところで非常にこうシンガポールは湿度も高くハードな試合を、強いられましたが、きちんと勝ち切ることができました。いよいよあさって7月10日、準々決勝が始まります。男女ともに、また1日休んでフレッシュな状態で、試合に臨んでほしいなと思っています。皆さんぜひ一緒に配信をご覧になって、日本代表を応援しましょう。